スネーク、あなたの意見を聞かせて。敵の傭兵、実力はどう？練度は申し分ない。数も十二分だし、離れしてもいる。ベトナム帰りが多いんだろう。手強い相手だ。装備も充実しているな。戦車や攻撃ヘリをあれだけの規模で運用している傭兵部隊はなかなかない。それだけ資金が潤沢ってことね。それにあの手の大型兵器にアクセスできるコネクションもある。天下の CIA がバックについてるんだ。当然だろう。それに比べて私たちと来たら半分農民、半分学生、子供もいるかと思えば、武器にしたって敵から奪って数を揃える低たらく。悔しいけど終始押され気味。そうだな。頼みの父さんまで失ってしまって。ああそうだな。勝てるのかしら私たち。ねえスネーク、どう思う？自信がないのか？だってアマンダ。何？いいか、仲間の前では決してそんな声を出すな。ん？お前はリーダーだ。リーダーは常にまっすぐに立っていなければならない。たとえどんな苦悩を抱えていようが、不安や恐怖に押しつぶされそうになっていようがだ。仲間や部下に盤石の安堵感を与える。それがリーダーの務めだ。忘れるな。スネーク。慰めが欲しければ教会へ行け。俺からこれ以上言うことはない。そうね。ごめんなさい。私しっかりしなくちゃね。ああ、お前ならやれる。ありがとう、スネーク。